皆さんこんにちは、ホリツアップスターズターザンバゾーです。そして、はい、川瀬くるです。どうも、ビョーです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、ピアニテールコラボしております。今回は、まあ、ガチャということでね。はい、はい、いやね、もう僕はね、モンストを通じてフェアリーテールに出会えてよかった。お今めっちゃハマってる。おー、そうだよ、面白い。面白い漫画結局買った買った。おー、で、もう普通にあの発表されてから読んでるんだけど、うん、あのもう大作だから、うん、長い長い。今ちょうど半分ぐらいなんですよね。ああ、そうなんだ。でも半分読んだけど、うん、38巻ぐらいまで読んでるの。はいはいはい。出てこないの、あの敵出てこない。全部63巻なんだよね。今回のあの、ね、敵出てこない。なんか俺もなんか20巻ぐらいまで持ってて、でなんかその満喫行ってちょっと途中読んだんですけど、はいはいはい、25巻ぐらいまで、うん、なんか誰誰って。そう、まだ、あ、はい、なんかちょっと図鑑を見てたらアプリが落ちちゃったんですけど。はい、とりあえず、でもね、あの味方のキャラクターは全員出てきてるんで、うん、はい、まあでもこのウェンディちゃんがこんな髪色になるとか知らないんですよね、まだ。まだ俺らが知ってるところでね。まだ黒いよね、髪ね。うん、うん、ちょっと可愛い、こうなるんだなというところで、うん、ガチャ引いていきたいと思います。はい、はい。まあ、ちょっとね、大人っぽくなってるからね。まあ、ちょっと期間内に読みたいですね。そうですね、一旦。まあでも、もう今3日で4日、はい、3日か4日でもう40巻近く読んでるんで、うん、絶対読み終わる。だいぶ楽しめてるじゃん、うん、楽しめてる、だいぶ。いいね。なんかもう内容がスッと入ってくるからいいね、あれはね。あ、うん、やっぱね、おまあまあまあ、4号ね、はい、出てきますからね。ガジュル。ねえ、俺漫画読んでるからさ、ガジュルってなんか俺もっと銀色なのかと思ってたもん、顔も。あああ、そうそう、俺もちょっと思った、それは。顔も銀色なのかと思ってた。ウィニちゃん、はい、はい、キャッシュね。そう、この髪がね、なんか、そうそう、でもね、うん、もっとね、髪でも黒いと思ってた、俺は、うん、漫画だから。お俺がついてた、フェルス。おー、フェルス取れた。勢い、勢い、勢い。エルザ、こんなにね、いいキャラだと思わなかった。エルザいいっすよ。そう、やっぱこの出会えてよかったっすね、うん、ありがとうございます。で、まあエルザは結構本命だったんで、うん、じゃあちょっとやっぱり一発で来ましたね、今回。興味あると出るかもしんない。今までいや、あったあったあった、すいません、今までもありました。やばい。今までもあった。でも今より興味がある。なるほどね。今までよりもさらに興味がある。ああ、じゃあよかった。ということです。はい。だって読んだもんね、ちゃんと鬼滅も、あ、うん、読んだしね。うん。ハンターハンターも読んだし。おお、なんだっけ。マゼラン。マゼラン。おお、マゼランか。マゼランね。はい。マカロフ欲しい。マカロフ欲しいね。いや、俺フェアリーローが大好きなんですよ。フェアリーロー好きなんですよね。フェアリーローね、かっこいいですよね。敵視した。敵にだけ、敵視したやつにだけ。そんなあれかよ、ね、こいつの杖言うのすごいな、じゃあ。おーエルザースカーレット出るね。おはようございます。ダメオアポイントだよね。すごいよね、蝶が2つついてるんでしょ。ウィンドウとね、うん、S 級出ますね。俺はやっぱりジュビアが欲しいんですよ。おー、なんか一番可愛いっす、今のところ、うん、ジュビア欲しい。大園さんもジュビア欲しい。ジュビアすよね、がいいね。ずるい。ジュビア俺のっすよ。さすがに争うな、ここで。ジュビア尽くしてくれがちだから。そう、ずるいっすね。まあ今、エルザ、爆死、エルザ、爆死の。じゃあ、エルザかな。次、エルザ。エルザかな。そうっすかね。はい。今回、キャラ多いっすよね、なんか。ああ。降臨とかね。あとルーシーももらえるし。でもやっぱミラージュエン欲しかったよね、ちょっとね。あ、欲しい欲しい、ね、欲しい。ミラージュエンさ、あ、ブレーメン、ブレーメン、あ、あ、はい、おー、グレイ、宇宙人グレイ、宇宙人グレイの方じゃない。惜しいよ。ペースいいんじゃない。今回80連しかできてないんです、予定なんですけど。はい、今のところコントまであと1体と。ナッツところもね。ナッツもさ、俺アニメ見てないからさ、あれなんだけど、うん、SS ボイス聞くとさ、すっごい声裏返すんだね。
あ、そう。いや、若いね。夏、そう。若いね。夏が全力出すときすっごい声高い。アニメの方はね、まだとか 見てないな。ほら、爆死だよ。これいい流れじゃない。じゃあ次でしょ。エルザ爆死、エルザ爆死、グレイ、グレイ爆死。ってことは夏。マカロフ。マカロフ。マカロフ出てくるしな。ミラージェーン、マジ痛みのデーモンに似てない。わかる。天使じゃって言いたいのは、ね、オーテスあるあるね。うん、痛いあるある。やばい、あ、やばい、流れ変わった。バクバクしてる、バクバク。でもこう、星も掘るね。あります。まあ、ガジルがいい感じ、ラック上がったんだね。次は、このウェンディーね。ウェンディーとウェンディーが55だから、あと3、2、あと4か。じゃあウェンディー出まくった後に夏が出てくれたらもう完璧ですね。完璧です。ウェンディ、マジル、ウェンディ、ドルフィ、ウェンディ、お、あと1体、おしい、お、すごいコラボ。バルキリー浮いたね。うん、でもこれウェンディは4体欲しい。でこの子マーズだもん。目、そうだよね。木のマーズ。星マン。大事だ。これちょっと熱いよ。でここで引ければもう完璧っす。ね、気持ちよく美しい。割れると。おお、これ22ユニークショット、ありがとうございます。2体目、はい、ちょっとこれあとは夏アップかな。うん、ピックアップ、夏ピックアップかな。いや、今回はかなり良かったんじゃないですかね。良かったね、うん、序盤から良かったね。はい、ということで、はい、次は宮坊さんお願いします。はいはいはい、じゃあ次ははい宮坊ガチャということでね。はいはい、いやー、フェアリーテイルとの出会いは、うん、中3でした、僕は中3、うん、結構昔だね。だいぶ、ああ、そんな時が経ったのかと、たんだね、思いながら来ていると思います。はい。俺はレイブ世代だったんだよな。ああ、まあ、そうだよ、小学生の時とかレイブのゲームやってたもん。レイブのゲームはやったことないな。マジ、うん、なんかゲームボーイアドバンスでだった気がする。あ、シューファリオンってやってた。シューファリオンさん、お、あ、あれか。あの、フェリーテールでも出てきて。おー、なんシルエット格子で。なんか4号だと思ったら。合わせる。一発目からやば。珍しくない？珍しい。やば。おお。ドラゴンスレイヤー。そうね、もう一回ドラゴンスレイヤー。これガジルでドラゴンスレイヤーが揃った。ありがとうございました。揃いましたね。素晴らしい。なんか意外とコラボキャラ少ないけど、確かに。中身来い、中身来い、中身来い、うん、やったラッキー。1体ずつガジルと戦ってる時結構好きだったって。あ、めっちゃ最初の方、結構最初の方だと思う、うん、俺なんかまだ中盤ぐらいまでしか出ない。まあ序盤か。お、ホイトマカロフハグケ、うん、まあ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 、来てくれよエルザ・スカーレット。エルザ欲しいよな。エルザ欲しいっすね。いやね、エルザがね、あんな人気な理由が分かりましたよ。やめて、サツキ様と近いもの感じるね。ああ、確かに、分かるかも。ガジル4連だ。ガジル好きっすね。でもチップソーもね、あれ強いでしょ。うん、コエイ君も高いし、うん、4号初だよね。はい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 、アオリーやばいですね。ちょっとでも夏は出てる。そうだね。これは新演出ってやつ。新演出じゃない？そんなのあんの？へぇ、おぉ、やったやばよかったね。え、今なんか言ってたのかな。言ってたかもしんない。ちょっと音聞こえてないんであれなんですけど。うわ、嬉しい名前かな。やば、もう一回見たいな。もう一回見たい、もう一回見たい。その出して、もう一回、もう一回二連続出して。ストライクドッキン返し。いやー、久々に言った気がする。
グレイ、グレイシリウス、ノーツ、ノーツ、すごい、夏に相性いいな、いいないの、グレイフルバスター、フルバスター MV、 火の玉飛ばしてよ早く、いやちょっと重いMP 消費しそうだからあれマーベル来るんで、マーベルでさ、このドラゴンスレイヤー君たちのさ、マーベル必殺技がさ、うん、まさかもう口からビーム出すとは思わなかったこれメインウェポンなんだみたいな出すね、出すよね、結構出すね、なんか食べるから、うん、ドレインっぽいのあっても面白いかなと思ってて、確かにダメ折り当たると回復するみたいなね、そうそう、あいよっ出なかったなー、めっちゃ見た飛ばないね、火来ないっすね、芝だ、芝だ懐かしい、そろそろ超芝来る、新芝やだ、いや新芝来るよ、いや来てほしいっすね、じゃあラストかな、出して、ジョブレイ欲しいっすね、なんならエルザも2体目欲しいっすけど、あぁエイサ来ないが、やっぱり最近の時弾道低いんだよ、わかる、これ修正されてるブラフマンブラフマンか、なぁ、まあ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 じゃない、でもまあまあまあっす、はい、ということで我々80連ずつしたんです、誰、うん、はい、で、クロボキャラ56は1,2,3,4,5,6,7 体、うん、まあピックアップ引こうかな、はい、じゃあ、最後に、はい、小川さんも、はい、行っちゃいましょう、行きます、はい、はい、ということで、最後は小川さんの、はい、はい、ね、お願いします、はい、なんか、うん、絶対出ない気がしますどうしたんすか、なんか、がっかりしちゃってて、もう良くないですか、うん、だってそもそもこの前、重心祭来て、うんね、すぐコラボ来てっていう。ほぼないよ。そうそう、想定がないんで、びっくりしたっていう。なんか重心祭早かったっすよね、はい、今回ね。本当だよ、みんな死んじゃったよね。無心の偉人にね、持ってくれちゃったよな。今後は、あれっすかね、いつもとスケジュール違うときは、コラボが来る予兆だったりするのかもしれない。あ、でもそうかもしんないですね。まあ、まあ、それから、ね、調整入ったの。今回、豪絶合わせだったかもしんないですけどね。あー、確かに。よし、じゃあ引きます。はい。どけたかな、え、間違う。はい。はい。30連。30連。ちょっと、まあ、なんかちょっと元気ないですね、王さんと。そうですね。ちょっと、っと部屋の Wi-Fi が。超究極のさ、はい、動画データも編集の方にも触れてないって言うしあんまりあれしてないっすよ、ついてない、そう、ついてないっすよ、ついてないっすね、まあ、でも大丈夫っすよ、あれか、はい、もう一回ガジル、よし、そうですね、はい、ここから止まったらね、あっちあっちですからね、はい、はい、まあ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 、はい、よしよし、まあ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 、はい、あと20連、はい、星野丸、指示を、よし、返事を、来い、ザビマル、吠えろすり抜けザビマル、吠えろザビマル、はい、星玉は溜まるかな、そうね、夏ウトラグにいる、いや、小田さん的には多分グレイがね、一番ね、いいと思うんですよね、グレイ、はい、あー、星玉お返しします、星玉あるよ、星玉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 お返ししないでください、出ないでしょ、星玉あんま出ないんだよ星玉出ますよ、星玉出ます、先出たんで、先出たんで、あんま出ない、先出たんで出ますよ、宇宙人グレイ、宇宙人グレイ出たらやばい、おー、出た、びっくりした、いいとこ、いいとこ、いいとこ、トリプランチ、はい、30年で、出なくて星玉で出ました、よかった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 、これちょっと元気出る、ちょっと元気出る、セーフなんすかね、そうです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 、はい、ということでね、大園さんは、
俺はエルザ狙いなんで、エルザピックアップの時に引こうかなと。おお、なるほど。いや、俺もあんまオーブないから、結構なんで、ちょっと一旦貯めてから、まだ橋本もちょっと終わらせたいんで、まあ、あとコラボのね、そうそう、コラボもあるしね、はい、から行こうかなと、はい、思います。ということで、皆さんともにもいいやつ出ますように。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よいしょ。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。